ダフィー・ダック・ダフィー・ダックとは、ワーナー・ブラザース制作のアニメーション、ルーニー・トゥーンズのキャラクターである。このダフィー・ダックは、ルーニー・トゥーンズ初期から登場しており、ルーニー・トゥーンズが終了する前年の1968年まで出演し続けた。初期は今とは、目も大きくかなりデザインが違っていた。主に、ポーキー・ピック、バックス・スバニーと共演しており、主演作に、 ダック・ドジャースがある。喋る時の破裂音が特徴的で、口癖はお前って最低。である。また、現日本語吹き替え版では、時々語尾が妙な丁寧語になることが多い。性格は初期と現在とでは大きく異なる。初期の性格は、とにかく明るくお調子者で、観客の笑いを誘う役、いわゆるスクリューボールキャラクターの一役を担っていた。その例として、 可愛さ余って、憎さ100倍では、共演していたポーキーに、イかれたかも、完全にイかれてると言われるほどである。初期のダフィーは、笑い方が特徴で自分が相手を打ちまかした後などに、規制を上げて喜んでいた。しかし、標的は誰だから、ダフィーの性格を一新し、現在の虚栄心が強く自己中心的な性格で、バックスを、スターの座から落とし入れようとする性格に変わった。 また、バックスのことは、自分よりも人気が下だと思っており、ショーの看板で自分を差し置いて、バックスの名前が先に出ていると、あのウサギの名前が先だと主役は俺だと言い、ショーの責任者に抗議することもある。そしてショーの責任者に、あいつは、シロップつけにしても早い一匹寄り付かない。と言い張るほどである。ちなみに、好きなスポーツは、テニスであり、よく、テニスやらない。 と言って、相手を誘う。ちなみに、アヒルと、よく勘違いされているが、彼は黒鴨である。最初は、メル・ブランクが、バックス・バニーの倹約として担当。ブランク氏の死去後は、デー・ブラッドリー・ベイカー、ジェフ・バーグマン、グレッグ・バーソン、ジョー・アラスキーが演じていた。ベビー・ルーニー・トゥーンズでは、サミュエル・ヴィンセントが演じていた。スペース・ジャム・アニュー・レガシーでは、 エリック・バウザが演じる予定である。ダフィーの吹き替えは、初代は不明だが、内海賢二が二代目、肝付金田が三代目で、ば、現在の、バックス・バニー賞などでは、高木渡る、ロジャー・ラビットでは、石森達幸、ベビールーニートゥーンズでは、山岸伊佐が担当している。また、アンティークアニメコレクションでは、公式吹き替えでバックス・バニー役を務める山口、 勝平が担当している。このキャラクター以外の作品は、ルーニートゥーンズとメリーメロディーズの短編映画を参照ダフィーのみの DVD を記述する。ありがとうございます。